はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメント、メッセージ、アドバイス、本当にありがとうございます。今日は私は今大野町にあります道の駅大野の駐車場にいます。今日私がお散歩するのはドライブプラスお散歩で、行き先はまだ秘密です。で、今からですね、ちょっと車で少し移動しながら目的地到着して、それからお散歩させていただきたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではトヨタマ散歩、トヨタマドライブスタートです。はい、私は今道の駅大野の前の駐車場にいます。これからスタートしたいと思います。はい、到着しました。では鳥居をくぐってまいりましょう。あ、これから咲くツツジ、白いツツジもありますね。これからですね。ね、綺麗ですよ。結構これツツジの木も大きいですよね。目の前にはボタン桜。はあ、このツツジも花が大きいですね。ね、色もとっても綺麗。今日もいい風が吹いています。ね、風を呼ぶ女なんで。わあ、ボタン桜。大きいわ。ちょっとアップ。大きいですね。薬効ですけどね、大野町のシンボルです、ボタン桜。ではまっすぐ歩いて行ってみましょう。鳥居があったので、また神社だなっていう感じだとは思うんですけれども、そうです、今日も来ました、神社です。私神社好きなんですよね。前も話したかもしれないんですけど、神社ってやっぱり昔は、お祭りがあったり、子どもたちの遊び場だったり、そういう場所だったと思うんですけれども、今はひっそりとした感じではあるんですが、地域の方たちがね、神社を中心にやっぱりこうそこを守っていこう、保全していこうっていう、そういう核になる場所でもあると思うんですね。ここの階段は結構間がちょっと大きいですね。どこの神社だ？思ってらっしゃいますね。でも今日は、目の前に現れるまで神社の名前は明かしません。まだ石段が結構続きますね。境内の木も大きいですよ。かなり樹齢が古い感じですね。階段の中腹ぐらいまで来ましたけど、わあ、この杉の木のなんと勇壮なことでしょう。でかい、すごいですね。由緒正しい感じがしてまいりますよね。まだ階段が続きます。この階段もね、よく見るとなんか古い階段だなっていう感じがするんですよね。もうね、だいぶ暖かくなったので、草がやっぱどうしても生えちゃうんですけどね。もうちょっとです。頑張ろう。この行けども行けども感がなんとも笑っちゃいますね。まだ先がありました。でも朱塗りの素晴らしい
構えが見えてまいりましたよ。さあここはどこでしょう。よし、もう一踏ん張り。はい、到着しました。素晴らしいですよね。赤い神社なので、あ、これはこの家紋は岡藩の確か家紋じゃなかったかな。こちらにね、ここで見守っている左大臣、右大臣ですかね。今日私がお尋ねしたところは大野町にあります浅草八幡社です。浅草八幡社、この浅草八幡社の言われがですね、結構あの古い賢者として、元賢者でしたよ、月読みの御事、月読みの御事様、応神天皇、神宮皇后、そうですね、尾形三社でもそうだったんですけども、応神天皇、神宮皇后、戦いの神として八幡社祀られていることが多いんですけども、こちらは月読みの御事。月読みの御事っていうのは確かですね、スサノオの、天照大御神、スサノオの御事、月読みの御事、このご三神が確かご兄弟ということだったと思うんですけどね。月読みの御事なんですね。714年創建ということですから古いですよね。奈良時代あたりかなですね。大友氏初代忠直公をはじめ、そうなんですね。あ、ここにも尾形三郎惟良様の名前が出てくる。大野三社を再興された。え、尾形だけじゃなくて大野町のこれも関わってらっしゃるのかな。すごいね。なるほど、岡藩主の中川公もここを大事にされてたということで、裏面に続く、裏面、裏にも書いてるの。そう、浅草流の神楽があるんですよね。そうです、そうです、神楽があるんですよ。私はもちろん神様にもお会いしたかったんですけれども、お会いしたい方がもう一方いたんです。その方、じゃじゃーんご神明様かわいいでしょ。あ、前来た時と違って、なんか変わってますね、ご神明様。ペンキ塗ってもらった？なんか前、以前もう数年前に私が初めてこちらに寄せていただいた時に、なんかご神明様もっとちょっとね、寂しい感じだったんですよ。なんかちょっとお元気になられて何よりです。で、このご神明様の、私がなんかちょっとつぼってしまったのが、なんとこの隙間のなさ、隙間がこんだけしかないので、もうちょっと屋根を高くしてあげたいなってその時思ったんですよね。なんか押しつぶされそうになってるご神明様を見て、なんかお気の毒に感じたんですけどね。ちょっと下の土台をね、低くしたら少し楽になるんじゃないのかなとか、いろいろ思ったり、勝手なこと言ってるんですけどね。そうなんです、このご神明様に会いたかったです。本当にお久しぶりです。どうも。ご神明様の
真向かいには綺麗なね、シャクナゲが咲いてます。満開ですね。今日は天気もいいからね、本当に綺麗な色で素敵ですね。これ見たらなんかね、お、ちょっと、あ、なんか南天の葉っぱが邪魔をしてます。あ、狛犬様、あ、こちらが なんですけど、この狛犬様の目線はね、ズズ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 、目線の先をやるとちょっと逆光ですが、ご神明様を見てるんですね。これもなかなかね、面白いなって私いつも思ってます。私が浅草八幡宮に来て最初にびっくりしたのはこの絵です。この絵の位置が今まで私が見る神社とちょっと違って、表に向かって絵がこう飾られてるっていうのを、珍しくないですか。私はね、あら珍しいって思ったんですね。ではお参りさせていただきます。この絵ですね、これは多分神宮皇后様が戦いに出られる時の絵だと思うんですね。勇ましいお姿が描かれています。この天井絵、これも素晴らしいですね。いろんな植物や、動物とか鳥とか描かれてますね。反対側はどうでしょうね。あ、こちら側もそうですね、いろんな自然界のような模様という様子ですよね。結構境内が広いですよね。今なんかいろんな修復工事もされているようですね。こちらのシャクナゲはもうそろそろ終わりを迎える感じでしょうか。こうやって、赤い朱塗りの神社を見ると、あ、八幡様だなっていう感じがしますね。これは大正78年、シベリア凱旋記念。シベリア、やっぱり戦いの神様ですから、戦争の時とかいろいろとここでもドラマがあったんでしょう。あの法皇様もすごいですよね。これ火の鳥のような法皇様かな。素晴らしいですね。こちらの隙間から見えるこの竜の、もう多分壊れられているんでしょうね。壊れているのをこちらに集めているんだと思うんですけど、なんとも勇ましいお顔立ちの
というですね、やはりこちらね、あの浅草流の神楽というものが残っているだけあって、こちらに神楽殿があります。神楽殿、お祭りの時はね、こちらで神楽座の皆さんが回れるんだと思いますね。神楽殿というものをちゃんとこう作ってる、その時だけのにわかの神楽殿ではなくて、神楽殿をちゃんと作ってるというあたりがね、この浅草八幡社のすごいところですよね。あ、ここ神輿殿って書いてます。ちゃんとね、皆さんが分かるようにこの中、ね、おみこしを多分しまわれてらっしゃるんだと思います。こちらからも降りられますね。こっち行ってみようかな。来た道と違うところを通ってみたいと思います。どこに降り着くんだろう。ああ、ここはなんかボタン桜があるから、お花見するにも格好の場所ですね。多分ここは車が止められるのかな、でしょうね。これ2004年4月吉日抽選区って書いてます。今から17年前17年前に遷宮されてるんですね。ちゃんとそういったことをされてらっしゃるお宮ということですね。素晴らしい。本当、文豪の市内にはあの由緒正しいお宮がたくさんありますね。で、必ずと言っていいほどやっぱ八幡宮が結構多いですよね。八幡社という名前のつくお宮が結構ありますね。あ、なんかあると思ったら、このタケノコ伸びましたね。イノシシにやられず伸びましたね。さあ、それでは来た道をまた戻ってまいりたいと思います。本当に静かでいいお宮です、浅草八幡宮。はい、今日のトヨタマ散歩いかがだったでしょうか。今日は文豪大野市大野町にあります浅草八幡社にお邪魔させていただきました。本当に朱塗りの美しい荘厳な神社で、歴史をすごく感じました。まあ、戦いの神である八幡社で、あの絵馬っていうんですかね、あれも本当はあの戦いを表現している、そういった絵になっておりました。で、何よりも私が嬉しかったのは、久しぶりにあのキュートなご神明様にお会いできたということです。お元気そうで嬉しかったです。以前来た時よりもなんか真っ白くなってて、塗り替えていただいたみたいな感じで、ちょっと今日嬉しいです。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。